どうも、生物観察の鬼、おーちゃんさんです。ね、YouTuber でよくある嫌がらせで、なんか自宅に変なもん送りつけるってあるじゃないですか。私もね、なんか変なもん送りつけられてきたんですよ。見てください、これ。ほら。これ、なんだと思いますか？これ、砂ですよ、砂。なんか知らんけど、自宅に砂送られてん、大量の砂が。ほら、重たい。誰だこれ、こんなもん送ってきたの。砂なんか送りやがってよ。嫌がらせかマジで。あ？ほんまこんな重たいもん送りつけやがってな、ほんとに。何考えとんやマジで。ホワイトスイング、天然のオーストラリアの白い砂を 100% 使用。オーストラリアの白い砂？あれ？オーストラリアの白い砂って俺アマゾンで頼んだよ。ごめん、嫌がらせじゃなかった。すいません皆さん、嫌がらせじゃなくてね、これ私がアマゾンで注文したものですね。砂が届きました。いや、ついに私も住所特定されてね、嫌がらせ変なもん送りつけられたのかなって思ったんですけれども、よくよく考えたらね、私砂買ってましたわ。何のために買ったかっていうとね、この子たちのためです。これはね、車エビですね。生き車エビです。大晦日のスーパーで、お正月のおせち用かなんか知らないんですけれども、生きた車エビが売られてたんですよ。それを買ってきて水槽にポチャンと入れたらね、なんか復活してきて、もう1週間以上経ったんですけれども、まだみんな生きてます。でも車エビって砂に潜る性質があるみたいで、やっぱ潜れないとね、ちょっとなんか問題ありそうなんですよね。なんか何とかしないといけないなと思いまして、アマゾンで砂買ったんですよ。今からこの車エビが泳いでる、生き車エビがいる水槽に砂ぶち込みます。大量の砂を今からぶち込んでいきます。それではまずこのバケツの中に砂をぶちまけていきます。開封はね、もうこの包丁でね、ザクッとやっちゃいましょう。ここよし。そしてこの中へドバーッ。うわー、本当に真っ白、白くてきめ細やかな砂ですね。わー、綺麗だな。なんか南の南国の海って感じ。あの車エビたちは鹿児島県産らしいんでね、多分鹿児島県言うと、もしかしたら奄美大島とか徳之島とか南の方かもしれんね。そしたらですよ、やっぱりね、なんかサンゴみたいなね、真っ白な砂地に住んでたかもしれません。あ、でも養殖か。ごめん、養殖やわ。多分養殖ですわ。車エビって大概養殖だと思いますのでね。一袋でこれだけ入りました。ちなみにこれ重さ4キロですね。4キロって書いてあります。で、多分ねこれだとちょっと少ないんですよ。量が少ないと思いますので、ですからね、もう2袋入れちゃいましょう。8キロ入れましょう。8キロでもちょっと少ないかもしれませんけれども、まあ手で切れるやん。もういいわ。最後まで包丁で貫く。俺は不器用な男なんでね。はい、切ってました。あー、こっちのバケツを水に切れ端が入っちゃった。よっしゃ、ぶちまけまーす。ほら、うふーい、やー、いいね、白い砂。本当に真っ白やな、これ。本当に真っ白な砂ですよ。多分車エビによく合うんじゃないかな。動画的にも白い砂の方が多分入るんですよね。ですから、なるべく白くて、ね、目が細かいやつがいいなと思ってね、これ買ったんですよ。不都合があったら買えます。目の粗いサンゴ砂とかがいいのかもしれませんけどね、ちょっと。もし不都合があれば変えますからね、その時は。じゃあ砂を洗います。このバケツの水をぶちまけて砂を洗います。しっかり洗わないと、あの水がね、真っ白に濁っちゃうんですよ。もう、このね、砂の中に泥とかゴミとかがついてたりしますから、もうしっかり洗います。濁らなくなるまで水を加えて、で、余分な水を捨てては、また水を加えてっていう作業を繰り返します。しっかり洗います。うわー、本当に、あ、すごいドロッとしてる。マジで海の砂って感じ。うわー、マジか、すごいな。砂っちゅうか泥やな。もうちょっと目の粗いのにすればよかったかも。まあいっか。もしね、これで水がかき上げられちゃって、それでね、なんかもう水が真っ白になっちゃったりとか、フィルター詰まっちゃったりとかするようであれば、また別の新しい砂に変えます。もしかしたらサンゴ砂がいいかもな。ちょっと目が細かすぎたかもね。なんか粘土みたいやね、ほら。粘土みたいやね、これ。やばない。ほら。粘土。ふぅー、重った。うーわ。しっか
かり洗えますよ。この粘土質というか、なんかあの泥っぽい部分はね、しっかり洗います。しっかり洗えます、奥までね。ふっと、ふっち、やばいねこれ、泥やん。ほら、なんかお肌の、お肌の美容に使えそう。ほら、スキンケアとかさ、なんかこの泥パックとかするじゃん、それみたい。うほーい、わー、美肌になっちゃうわ。ほら、美肌美肌、やば、砂っちゅうか泥やじょこれ。サンゴ繋いすればよかったかな。まあでもしょうがない、今更言ってもしゃあねえわな。エビちゃんたちにこれをね、ぶちまけます。不都合があったら帰ればええんやけ、まあ、入れても死にゃせんってね。フルマエビってね、砂とか泥の底にいるんで、まあ、これが普通でしょ。こういうね、底質のこういう低質なところにいるのが普通なんですよ。ですからいいのいいの、これでいい、ちょうどいい、むしろこれぐらいがええねん。水が濁らなくなりましたね、だいたいいいかな、もういいよね。ピャッ、人工海水を入れて、人工海水でちょっとすすぎます。泥の中に含まれているのが淡水だとね、この泥をドッと入れちゃうと中の塩分濃度が下がってしまう可能性があるんですよ。ですから一回人工海水に慣らしてなじませてね、塩水を含んだ状態でぶちまけます。ふっき、しっかりなじませます。人工海水になじませました。これでもうすっかり海の砂ですね。それじゃあ早速水を抜いて投入します。砂投入する前に一回フィルター止めます。フィルターを止めました。フィルター止めとかないと、あそこが砂吸い込んじゃってね、フィルターが砂まみれになってしまう可能性がありますから、砂を入れて砂がねしっかりそこに沈殿するまではフィルター止めておきます。ほな、ぶちまけまひょか。大量の泥を今からぶちまけます。泥というか砂、もう砂っちゅうか泥だわな。ぶちまけます。ほら、はいで、ほら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 、ほらほら、はいで、はいで、はいで、ちょっとだけ投入したんですけれども、エビが泥をかぶってますね。ほら、ではどんどん砂を投入して、このエビちゃんたちを生き埋めにしていきましょう。ほらほら、はいで、どんどん砂が入っていきますな、入っていきますな。中で泥が固まっちゃってるんで、これもう手で持ってドバッといった方がいいっすね。ドバッといこう、手で、もう手でいくわ、手で、男らしく手でいきます。うりゃ、うわぁ、中が濁ってますよ。エビちゃんたち、うれちいでちゅか、砂でちゅよ、潜れまちゅよ。ほら、うわぁ、エビちゃんたち、うれちいでちゅか。くらえ、くらえ、ほっ、どんどん砂が溜まっていきます。ほら、ちょっとね、少しこの水を入れて、水で砂を溶かして入れましょう。そうすると楽やわ。ほら、ほら、うん、中の砂をね、こう水で洗い流して、で水槽の中に落としていくんですね。ほら、うん、砂をすべて投入しました。まだ砂ぼこりでちょっとお水が濁っておりますね。あ、わかりますか、あそこ、あそこからエビちゃんの目が覗いてますね。あそこではエビちゃんの鼻先が突き出てますね。あー、触覚がちょっと見えるな。で、あー、あそこにもいますね、エビが潜っております。ほら、目ん玉と鼻先が見えますね。エビちゃんたち、気持ちいいでちゅか、潜れて嬉しいでちゅか。ちょっと一匹出してみるか。ほら、出てこい、出てこい、あー、出てきた、出てきた。ほら、出てきましたね、出てきましたね、エビちゃんが。あ、でも見てください、みるみるうち潜っていきます。ほら、潜った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 。やっぱ潜りたかったんや、やっぱ潜ると落ち着くねんな。あのハム太郎とっとこ歌の歌詞で、潜ると落ち着くハム太郎っていう歌詞があるんですよ。なんかみんなね、あのやっぱり眠るよハム太郎で、
終わると思ってるじゃないですか。あの後ね、まだ6回あるんですよね。6回あって、その中にね、潜ると落ち着くハム太郎っていうのがあるんですよ。あ、顔出してますね。顔立ちてまちゅね。可愛いでちゅね。やっぱり潜りたかったんですね。なんか潜ると落ち着くみたいですね。もうちょっと置いて砂ぼこりが沈殿したらフィルター動かします。一晩置いたら濁りも取れてだいぶ綺麗になりましたね。エビちゃんたちはみんな潜ってます。ほら、あそこからエビちゃんのお顔が覗いてますね。あそこはちょっとエビの背中が見えてるの。ほら、あそこお目目がありますね。目だけ砂から出したりしてますね。ほら、完全に潜っている子もいます。ここには7匹いるはずなんですけれども、多分あっちの方かな。あっちのなんか砂がなんかこんもりちょっと熱くなってる場所がありますよね。砂があっちの方に多分ね何匹かまとまっていますね。最初入れた時はこの辺に固まってたんですけども、どうやら夜の間に移動してあっちに行ってしまったようです。あそこに隠れてる子を1匹掘り出してみましょう。ほら、出てこい出てこい出てこい。あ、ここにおるな。ほらほらほら、おーっとおっとおっと、ほらほらほら、いましたいましたいました。ほら、隠れてました。ほら、エビちゃんが隠れておりました。車エビが。そして出してあげるとすぐに沈んでいきますね。砂の中に潜っていきます。もう一回出そう。ほら、出ておいで出ておいで。ほら、すぐに潜っていきます。体の下についてる足という足を使ってもう一生懸命潜っていきますね。捕脚、遊泳脚、そして尻尾全部使って潜ろうとしてますね。下にエビちゃんがいるので、ちょっとねこっちの方にずらしてあげましょう。ほら、ずれろずれろ、ずれてずれて、そうそうそう、その辺その辺、わかります。あの足を動かして自分の体の下の砂を掘ることで自分の体をね徐々に徐々に砂の中へうずめていくんですね。これさっきあそこにエビちゃんの顔はなかったと思うんですけど、あの子の顔はなかったと思うのですが、多分ねこの子をここでわちゃわちゃいじってたら、そのね衝撃でびっくりして顔を出したんでしょうね。おや、あそこなんか砂が吹き出てますね。多分エビちゃんが中でエラかなんか動かしてるんでしょうね。エラを動かして呼吸してるんでしょう、中で。このエラの動きで砂が巻き上げられてるんでしょうね。あそこにもいますね。ほら、出てこい出てこい。ほら、あ、で、おる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 。ほら、出てこい出てこい。うおら、出てきた出てきましたよ。で、出してあげるとね、すぐに潜ります。やっぱ潜りたかったよな、この子たち。潜りたかったんでちゅね、エビちゃん。ごめんね、潜りたかったんでちゅね。こんなすんなり潜ってくれるんやったら、最初から砂入れたらよかったな。オーストラリアの砂、いい感じですよ。目が細かいんで、このフィルターに吸われちゃって、中でフィルター詰まらないかどうか心配だったんですけれども、なんでしょう、意外とね、硬いというか、粘性があるというのか、ちょっと泥っぽいんでね、あんまりその砂の粒がこう跳ね上がらないんですよ。これぐらいやってあげないと跳ね上がらなくてね、すぐに沈殿しちゃうので、あんまりここに吸い込まれないんですよね。思ったよりもいいですね。まあ、まだ一晩しか置いてないんで分かりませんけども、これから何日か動かして、フィルターに砂溜まってこないんだったら、この砂のままでいきます。いい感じなんでね、エビちゃんもあのお砂がお気に入りのようですからね。ほら、嬉しそうに潜っていきますね。潜りたかったんでちゅね、エビちゃん。ごめんね、砂入れてあげんくて。潜りたかったんでちゅね。水槽の中のうんちとか食べかすとかはこうやってしてチューブで吸うんですけども、意外とね、砂あんまり巻き上げられません。多少は入っちゃいますけどね、そんなに巻き上げられないんでいい感じですね。野生のクルマエビは通常砂の中に潜っていますので、これが本来のクルマエビの自然なあり方なんですね。もうちょっと砂深くてもいいような気がするけど、まあいっか、これぐらいで。エビの体はすっぽり隠れるんで、まあこれぐらいでいいでしょう。というわけで、スーパーで売られていたエビちゃんたちを泥の中に生き埋めにしてみたところ、実に快適そうに潜っております。見てください、あのエビちゃんの嬉しそうな顔。ほら、あの目つき。泥を入れるまでは死んだ魚のような目つきをしてましたけど、見てください、目に生気がみなぎってきてますね。やっぱりクルマエビは砂に潜らないとダメなんですね。この子のお目目も見てください、生き生きとしてますね。生き埋めにしてあげたら目が生き生きとしてきましたね。エビちゃん、オーストラリアの泥は気持ちいいでちゅか。気持ちいいか、オーストラリアの泥気持ちいいか。気持ちよさそうですね。
このエビちゃんたちはこれからも私のペット兼非常食として飼育していきますので、また何かあったら動画にします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。